戸佐光つ没年不詳は、室町時代後期の絵師。お坂部大輔と佐行新の子。には、生後位したおさ部大輔実死に、戸佐光元地下家電に収録された経図の注釈によると、明王5年の誕生とされ、これが正しければ、行進60歳代の子になる。大英2年から英612年までの記録が残っており、 大英三年にはすでに更新の後を次へどころあずに、不任され、左近証言を経て、強力元年十五以上、強力五年生五位した、小坂部大輔に至る。天文十九年五月初めに、大宮能で隠しした、足利義晴の樹像を描くために下校。この時の体験が、二年後の天文二十一年から、工事三年の間に描かれた、大徳寺達中随法院の、 カタタズや、東京国立博物館の断片に幅に生かされたと、考えられる。また、六角市の巨城観音寺城本丸に、犬大物図を描き、その模本が伝存する。お湯殿の上の日記の A63 年6月から12月まで、宮中で現氏物語の、車相図、屏風を三重に描かせることについて、多数の記述があり、忍那寺が所蔵する六曲一層の、 車層図、屏風が、この時の作品であるという説が有力である。この絵では、従来の物語を説明するための絵時から解放され、絵画作品として一つの世界を作り出しており、絵自体の面白さが目立ち、古典を題材とした風俗画に近くなっている。本作と同図の作が、後世にも連綿と作られており、このような物語への創作と基本化、継承には、 三重の役割は大きかったと考えられる。A62 年には、織田信長の命により、足利義明邸の障壁画を描いた。同年8月、息子三本が戦死、三重は、江戸頃領である、泉国へ、神谷の安堵を求めて、細川雄彩や今井宗久らに働きかけたが、叶わなかった。失意の三重は、弟子の三芳に、 戸酒代々の記録書や奮本を譲り、三本の維持三人の養育を頼むと、間もなく、堺で亡くなった。画風は、父、後進が、やや荒い筆致と淡い彩色だったのに比べ、人物、風俗の描写が豊かで、色彩も、洗礼になり、明快でより金星的な、明るさにあふれる。また、漢画の力強い描線による、造形把握や構図法を取り入れ、 水墨画作品も手掛けるなど、和歌が混合した様式を作り上げた、足利義治像。ありがとうございます。